どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ベトナムにいる、G ラボのもう工場長、もじゃくんと、オンラインでつながっております。もじゃ川上くん、こんにちはい、は。こんにちは。どうですか？暑い？暑いですね。はい、でも今、乾季なんで、若干湿気がなくなってて、そうなんだ。あ、じゃあ割気と温過ごどうしすやるすいかでね。す。うん。気温は何度ぐらいですか？気温はでも32、3度ぐらいやっはぱ暑い。毎日してますよ。乾燥してたらいいよね。まあ、乾燥もまあ、そこまでじゃないんですけど、まあ、雨季に比べるやってことか。そうです、そうです、そうです。どうですか、その G ラボ工房の全体の流れとしては。そうですね、最近、生産体制が本当に、まあ、順調に整ってきてるということですね。で、まあ、いろいろ新しい取り組みなんかもちょこちょこやってるので、まあ、そんな話も、まあ、今日はしていけたらなと。あ、OK です、OK です。で、今日は、ちょっと皆さんにね、これ面白い話なんで、YouTube 見てくださってる方にちょっとシェアしたいなと思うことがあって、今ね、ガズレレとその G ラボ、まあ、もじゃくんがベトナムで、生み出してる工場の、そのプロジェクトそのものを G ラボっていうふうに命名してるんだけれども、そこで、ガズのわがままウクレレっていうのを基本的には作ってて、で、それが今大好評いただいてる、ガズがいつも YouTube で使ってる、このね、ベトナムで作ってるオールハンドメイド、オール単板の、まあまあ優れた、もうこれ全部ね、一応デザインとね、プロデューサーも今話してくださってるもじゃくんで、もう今までかつてね、いろいろなこの素晴らしいですよっていうね、ご報告させてもらってるんですけど、今ね、このね、セミオーダーウクレレっていうのをスタートしたんだよね。その辺のことについて、さっとちょっと手短にささっとなんかご説明できますか？はい、大丈夫です。はい、お願いします。はい。さあ、セミオーダーのウクレレというのを、予約、販売、して、おります。そうですね。一番の目玉っていうのが、材料を選べる。まあ、もともとある中から、まあ、選択してもらうんですけど、まあ、例えば、これだとアカシアの 3A の材料木ですね。材ね、木材ね。はい、木材ですね。まあ、通常のモデルなんですけど、のアカシアのシングル A と呼ばれるこれね、もまあのこかの、ら、なんていうか使ってるやつが、これ、それが使われてるってことね。そうです、そうです、そうです。本当にスプルースっていう、ギターによく使われてるフォークギターに材よ料くなん使われてるやつ。です。これの、ボディの材料と、あとフィンガーボード、まあ、そういっフィンたガーボード、ここね、ここの部基品と板のかとこ。にも使えるということで、あと、装飾関係になってくるんですけど、もうこんなような、ブリッジシルエットって呼ポばジれシてョンるマーク形ですね、式そで、れね。はい、そうです、ポジションマークです広いとね。ころ、これがそのマークに変わるとかね、そのデザインはこれなんですよね。そうです、そうです、そうです、そうです。そう、僕が、ガズがデザインしたこのブリッジのコマのデザインで、そこにポジションマークをこう入れるとか、いろいろ。その中から選べるっていうのがセミオーダーってことです。他にもいろいろあるんだよね、選べるところは。いろいろありますね。はい。これをカスタマイズ自分でしてもらうっていう、サービス。色の違いももちろんだけど、音の違いも木材によって相当違うということで、ホームページ見てもらうといろいろ書いてあるんで、どっか、今ここら辺の、どこらにセミオーダーページ貼っとくんで、ちょっとご覧になっていただきたいんですけど、それが今日はね、そのセミオーダーが結構安定的になってきたぞということで、僕がガズがですね、いつも YouTube で使ってるのって、ほんとスタンダードな、ガズのわがままウクレレをいつも使ってるんですけど、セミオーダーができたんだったら、ガズさんもセミオーダーウクレレ、オーダーして、それを使ってみんなにどんなもんか見てもらうっていうのもいいよねって話したんですけど、どうせだったら、ものすごいアバンギャルドなガズ専用モデルを新しく作ろうよって話で今盛り上がってます。はい。そして、もじゃくんと今いろいろ相談して、やっぱりガズレレ、僕がね、使うウクレレって、やっぱりちょっと他にない面白い、なんかテーマがあった方が面白いじゃんってことで。まあね、ガズレレではですね、かつてない7フレットのウクレレっていうのもね、作ったり、結構斬新で面白いことしていると思うんですけど、今回、2人でもじゃくんと話し合って、もうね、実はね、ラフな段階まではもうできてるということなんだけれども、ちょっと、もじゃくんのこのご案内で説明していただけると嬉しいんですけど、いかがでしょう、ガズモデル。はい、じゃあ、ガズモデル。
コンポ初公開。へえー、すごい。早く弾きたい。はい、出た。カットウェイモデルです。はい。そのカットウェイって何か、あの、説明していただける？カットウェイっていうのは通常はギターで多く取り入れられてる、まあ、形なんですけども、まあ、こうやってあの、まあ、ネックは作ってないんですけども、まあ、ネックつけた時に、まあ、通常ですとハイポジションって言われる高いところのフレットを弾きやすくする、まあ、ための手が入りやすいってことだよね。そのボディが邪魔にならずにね、はい、そうです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 。でも僕ね、そのボディの形としては結構かっこいいんだよね。こうちょっとシルエットが変わるから、あのスタイリッシュに見えるっていうか、僕アコースティックギターでもそのカットウェイが入ってるアコギを持ってて、そのシルエットがすごくかっこいいと思ってるんでね、今回このカットウェイモデルをこのガズレレで初あの使用ということなんで ね、はい。でまあ、材料の方もちょっとこだわりがありまして、で今回トップ材が、サルスベリの、まあ、3A クラスの材料を使わせてもらってます。でサイドバックが、今回ウォルナット、ウォルナット、ウォルナットってなんだっけ、はい、クルミ、クルミです、クルミだよね。はい、いいね。で、まあ、クルミだと結構茶色、濃い茶色の色になるので、もうそうすると大体その吸収で色が変わるってことだよね。そうですそうですそうです。でトップに関してはちょっとオリジナルカラーを今回入れさせてもらおうか、楽しみ。カラーも僕のすごいこだわりで、一応もう言っちゃうかな、まあ、ロックギターが好きな人はもう大体このギタリストの名前を言えば分かると思うんですけど、あのガンズ&ローゼスラッシュっていう、まあ、ギタリストがいるんですよ。もうすごいギタリスト、その人の、まあ、なんていうのかな、イメージっていうか、その人はね、ギブソンレスポールっていうギターを使ってるんだけど、そこでね、もともとチェリーサンバーストだったカラーが、あの、経年変化でちょっと黄色っぽくなっちゃった。レモンドロップスみたいな、サンバーストなんだけど黄色っぽくて、ちょっとね、蜂蜜みたいな色になってるような、そんなイメージの色がね、イエロードロップっていう、なんていうの、ああいうの。なんていうんだろう。レモン。レモンドロップとかそっち系の名前だったような感じがします。はい、ちょっと黄色っぽい、ちょっと茶色っぽいような、黄色っぽいような、ちょっとサンバーストかかってみたいな、そうですそうです、その渋めの色をなんとか出したいなという話をしてて、今それを、はい、これから塗装に入っていくということです。それめっちゃ楽しみですね。はい、はい。まあ、あとはこのフィンガーボードになるんですけど、やっぱ7フレット、うん、ガッツさんの7フレットモデルプラス、はい、このブリッジシルエットのホワイトパールっていう、いいですね。まあ、あと将来的に、まあ、完成間近になって、このピックガードっていうのをつける予定で今話が進んでて、うんうん、そのデザインもね、今最終段階まだ来てないけど、どうしようかなって今いろいろ考えてるところでございまして、これ皆さん気づいた？今気づいた人すごいです。なぜかというと7フレットしかないじゃないですか。僕のね、特徴としては、ガズの特徴としては、弾き語りをメインでやってるから、このハイフレットもうあんまり使わないから、なんか面白いし、7フレットもでいいかって、もう以前からガズレレではよく使ってるんだけど、今回のガズモデルも7フレットなのに、あれカットウェイついてんじゃん。カットウェイってそもそも高いところ弾くために、そのカットウェイってわざわざ切ってるんだけど、使わないのにそこ切っちゃって意味ないじゃんっていうところが面白いところでございます。これは舐めてますよね。どうですか、もじゃ君。まあ、それはもう作り手からするとありえないっていう、ありえないっていう、まあ、そういうところをもう僕はもう面白がっちゃうっていうか、本当見た目かっこいいなというか、面白いなというか、だけど僕ね、すごくそこで安心してるのは、通常一般的に言われてるのは、カットウェイモデルより普通のモデルの方が音が鳴る場所が大きいから、いい音をするみたいな、要は説がまあ有力だと思うんですけど、まあ僕の場合はね、結構ね、もじゃくんのいろいろ携わってる楽器を触らせてもらったりとかして、そこはね、きっと大丈夫だなと思っているっていうのもあるし、自分も例えばアコースティックギターでそのカットウェイモデル使ってるんだけど、案外そんなにね、そこはあまり気にならないなっていうことよりも、やっぱりこう見た目のなんかスタイリッシュなイメージの方が僕は勝ってるんで、なんか僕のなんか本当にこだわりなんですけど、ね、ただのそれをもじゃくんに、まあ、無理言ってんじゃないですけど、実現してもらってるっていうのが流れになってます。そこがね、やっぱりなんか
見る人が見たらこれどういうことになってるのって絶対思われると思うんですけど、そういうところに僕面白みを感じちゃう人なんですよ。意味がないことに意味を見出す、そんなのがね面白いかなと思って。面白いねこれ。全然僕はありだと思います。本当にこれ、はい、まあまあだから、ね、デザインとして見てるわけだからね、その音の鳴りというよりはもう雰囲気とか、あと、まあもちろんとは言っても、僕その今プロトタイプでまず第1号目のね画図モデルなんだけど、通常のフレット数のやつも作ればいいと思うんですよ。通常12フレットだっけソプラノって。通常は12フレット、なんでまずそのプロトタイプ1本作ってみて、画図モデルということでこれを発売しようと思ってます。受注生産です、もちろん。で、受注生産の時で、それも、7フレットと12フレット選べるように、しようと。で、他は全部一緒。色はレモンドロップスで、カッターウェイモデルの、まあ、最初はソプラノモデルでいきたいな。僕、やっぱ、ちっちゃいウクレレがやっぱりね、かわいらしいし、ちょっとね、もう、まあ、大好きなんで。でも、コンサートもね、最近よくガズレレでも使ってるんで、コンサートも、いずれね、そういうのもやっていきたいなと思うんですけど、まあ、受注生産ということで、画図モデルがもし、発売になったら、そのラインナップには加わるかもしれないな、というふうに思ってるんだけど、そのぐらいのね、感じでちょっとね、面白いな、と思ってるところなんですよ。画図モデル、今作ってるんで、ちょっとご期待してください。あと、できてるパーツって他に、その他に何かあるの？まあ、今のところはまだこれからネックを作っていきましょうっていうところになってるんで。ネックね、結構こだわりが多くて、まあ、もじゃさんにはね、もうものすごいいろいろ注文を出してるんだけど、でも、本当ね、もじゃくんぐらいにこう頭の柔らかくて、こう、次のね、新しいものをね、生み出そうっていう、そのウクレレビルダーの方で、かつね、すごいこう確かな腕を持ってるっていうのは、本当にね、もう出会えてね、まあ、良かったと思ってますよ、本当に。まあ、これからもね、面白い楽器作り、どんどん、やっていきたいなと思うんで、またよろしくお願いしますということなんですけど、で、大体どのぐらいで、その完成までいきそうなんですかね、ガスモデル。そうですね、今生産してるのが3月の終わり頃にお客様の手元に届くセミオーダーっていうのを今、まあ、やってるんですけども、まあそれ最優先ですからね。そう、今のそれこれ言っておかないとね、本当今ねご予約ご注文いただいてる皆さん本当ねお待たせしておりますけども、そんな感じもう毎日もじゃくん率いるベトナム G ラボチームでもう一丸となってもう汗だくになってやってくれてると思うんで、その辺はちょっとよろしくお願いします。もちろんね、そんな、まあ、アイデアを持ってというかね、その、いろいろ新しいことを始めていこうということなんですけど、まあじゃあ、春、ゴールデンウィークとか6月とか夏前ぐらいになるのかな、僕のところに届くのは大体そのぐらい？届くのは4月前半になってくるのかなと。じゃあ、多分だから5月ぐらいになったら僕もそのウクレレで、YouTube を取り出して、まあ、おいおい、もし気に入ったらこれ、受注生産みたいな流れにできたらいいなと思って、だからちょっと相当期待してます。でも、やっぱり自分で使ってみてね、本当にいいと思わなかったら、それ商品化にはまあならないと思うんで、はい、それはすごくこう、信用してますんで、よろしくお願いしますと。はい、そうやって圧力をかける。いやいや、でもやっぱ今までにないものを作っていくっていうのはすごく面白いし、その木材に関しても結構ねアバンギャルドのセレクションだと思うんでね、まあ本当に楽しみですね。はい、あとちょっとこの間もお知らせしたけど、リフレレのことよくわからない方、ね、はい、以前 YouTube で、シェアしてる動画があるんで、ちょっとこの辺リンク貼っとくんです、概要欄にも貼っとくんですけど、これですね、これ弦4本で一見ウクレレに見えるけど、これエレキギターの3、4、5、6弦を使って、もうギタリストがすぐこうギターのリフを弾けるウクレレみたいなものっていうのを今開発してて、それも今この第1号プロトタイプを受けて、もうああしないこうしないという感じで、もういろいろ進めております。で、こんな感じでいつもね、ズームでね、もじゃくんとかその G ラボ代表の上田氏とかと一緒に、ミーティングしてるんで、断るごとにこうやってやってるところもね、YouTube でもシェアしていけたら面白いなと思うんで、今度さ、もじゃくんの方のベトナムの工場ツアーとかもね、やってもらえたりなんかすると面白いかな。ああ、ね、面白いですね。はい。そして、もじゃくんも、ちょっとね、今、生産がうまくいってるっていう、うまく、回ってきたっていう状況で、いろんな、SNS とか、登場してもらうのもいいかなと思ってるんで、そういうの苦手だろうけども、引きずり出そうかなと思ってるんで、はい。
あの、そうなんですね。まあまあ、あの、皆さんお楽しみにしてくださいと。これでウクレレのことについて皆さんいろんなね、これどうなってんだろうとか、こういう時どうするんだろうって、やっぱ使ってると、やっぱり消耗してくるものとかもやっぱあるんで、季節の湿度によって変わっちゃうものとか、弦交換したらおかしく、そんなこともですね、うまいこと答えられるような、サービスみたいなのを、あの、G-Lab では今、あの、作ってるところなんで、そんなのも、まあ、お待たせ、提供できればな、というふうに思ってます、ということで。まあ、このさ、ガズの、あの、新しいガズモデルに関しては、はい、完成前にもう1回か2回ぐらい、途中経過で、これまたちょっとみんなに披露する会を設けたいなと思って、塗装してるところとかさ、ちょっと取っといてくださいね、もうなんかこの。ああ、そうですね。はい。はい。そんなことも、まあ、シェアしていきながら、皆さんの、あの、今ご注文いただいているウクレレとか、まあ、新しい、まだ見ぬ楽器開発もしていければなと思います。今日のガズレレ YouTube は、モジャ君を迎えてですね、このズームをでシェアするという、YouTube 動画になりましたけど、いかがだったでしょうか。はい。また、あの、このシリーズ、続けていきたいと思いますので、ガズレレ YouTube 皆様の見ている皆さんの方、またよろしくお願いします。引き続きね、動画ボンボン上げていくんで、音楽楽しんでいこう。それでは、さようなら、バイバイ。いつもガズが使ってるこのガズのわがままウクレレと、再販売開始になりました。これ、ガズの、これね、とってもリーズナブルで弾きやすい初心者様の最初に一歩にも行き、初めてウクレレ、これ二つのウクレレ、この辺のことをぜひともね、これチェックしてもらいたいです。めちゃいいウクレレですからね。はい。ガズクラブとガズレレ大学、この二つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレで、ね、アプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。